有松町は愛知県知多郡にあった町、現在の名古屋市緑区の一部である。東海道沿いの古い町並みが残る、有松と戦国時代に桶狭間の戦いが行われた地である、桶狭間が有松町の地域に該当する。有松町、有松町以下、旧有松町の町域において、旧有松町時代からの物件に関して生じた事項について記述する。 桶狭間新名社、有松天馬社周期大祭桶狭間、桶狭間とも表記されていた。地名が桶狭間に統一されたのは1876年、頃。下軍の内桶狭間村新町の儀所役、御免許交換持ちのものありこれにおいて分かれ、知恵かひも物なりなお助見という文面であった。なお、桶狭間は、 オケハザマ、オケ、ハザマなどと表記されていたという。この年が有松村が改損した年となっている。名古屋市の町並み保存地区に指定されている町並みは、有松の他に、白壁、主税主木、四間道、中央台の計4箇所である、1974年廃止。跡地は、有松、鳴海絞り会館となっている。正確には、旧、 有松町の駅ではなく、旧、鳴海町の駅である。名古屋市、町並保存地区。住宅都市局町づくり企画部歴史町づくり、推進室。オリジナルの2016年3月5日、時点におけるアーカイブ。 <ッ> h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 3 0 5 1 1 4 5 4 7 h t t p w w w c i t y n a g o y a j p 暮らし、カテゴリー、11から2から 124000000HTML2012 年12月30日、閲覧。ab 名古屋市。 都市景観重要建築物等指定物件。住宅都市局都市計画部都市景観室。http www.st.nagoya.jp 観光、カテゴリー、358100000000 00、html 2012年12月30日、閲覧。毎広報名古屋有松の街並み重要伝統的、建造物群保存地区に選定。 ありがとうございます。